言ってることがめちゃくちゃ。大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。クッ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 クなんてひどい世の中なんだ。大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。なんてひどい世の中なんだ。クッ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 ク。大阪維新の馬場は認知症にかかった高齢の女性理事長からその保育園、社会福祉法人を乗っ取ったと言われているの、知っていますか？大阪維新の藤田幹事長は、週刊誌の文春を訴えてやると言っていたんですが、精査するとか言っちゃってごまかしているのよ。全く怪しい大阪維新。言ってることがめちゃくちゃ。大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。クッ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 クぐっくぐっくぐっくなんてひどい世の中なんだ。大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。なんてひどい世の中なんだ。ぐっく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 